作のご出演がお決まりになったということで、はいはい、いかがでしょうか、お気持ちは。直談判かましてきましたからね、香港まで行って、本当はね、香港の撮影に参加して今回の作品に参加する予定だったんですよ。出演する予定だったんですけど、それがちょっとスケジュールがずれてしまって叶わなかったということで、それはあのマイケル・ベイ監督に不満をぶつけましたら、よし次回作 OK だっていう返事をいただきましたから。やってみたい役とかあるんですか？出演者としてもいいんですけど、なんかね、初めて人がトランスフォームするなんか、そういうものになると嬉しいな。このまま出るんですけど、ウィンガジャガジャガジャってこう、なんか何かに期待して、探される。日本のスーパーカーとかに、旧車とかに変身するとか、なんかそういうのもいいですね。もし武井さんがオートボットと対決するとしたら、はい、どんな技で倒しますか？もう塩水かける、これ以外ないですよね。オプティマスプライムの声真似で映画の PR お願いします。人類の諸君、私はオプティマスプライム。この映画を見ないことには今後の人生を損してしまう。なので人類なら全員見るべき、ジェットコースターのような素晴らしい映画だ。聞き取りづらいと思います。大丈夫です。ありがとうございます。聞きますからね。の主演キャストも。It's like an experience. It's of a lifetime. It was so wonderful. I learned so much and very happy and feel very lucky that I got to work with such talented people. Thank you. I think it's probably like my opening scene in the movie when I arrive in the movie. I think that's a really cool scene. I'm not going to give away what happens to the audience, but.It's a big entrance and I'm very happy with it. 本作のニューヒロイン、テッサ・イエーガー役のニコラ・ペルツさんです。盛大な拍手をお願いいたします。続きまして、テッサの恋人シェイン役のジャック・レイナーさんです。 Hi everyone, thank you so much for having us here tonight. We're very excited for you guys to see the film.皆さん今日はお越しいただきまして本当にありがとうございます。ぜひこの映画を楽しんでみてください。I grew up being a huge fan of Transformers, and now to be involved in the fourth film is so exciting for me. I'm a huge fan of Michael Bay. He's such a genius, and I loved working with him so much. 非常に激しいこのドライビングシーンも多かったように思います。その辺危険はなかったんでしょうか？ Yeah, you know, shooting the driving scenes was really interesting. It was a lot of fun, and I had an opportunity to train to learn how to drift, yet another Japanese invention. We had a lot of fun doing those scenes in the movie. I think Nicola kind of trusts me in the car, but I don't know if Mark Wahlberg will ever get into a car with me again. どうも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 。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずは中川さん。はい。今回初めてのこのハリウッド大作の吹き替えということだったんですけど、はい、いかがでしたか？トランスフォーマーシリーズの最新作、日本中、世界中、全人類が最も見たかった人類の究極の進化の最先端の形、その最新作の映画のヒロイン役、なんたる大役責任、そして歴史もさまざま、たくさんの素晴らしい、ああ、背中を肩甲骨が回復する美しいニコラ様に誘っていただきました、この美しいニコラ様の声をやるということで、あらゆる意味で全細胞、全、今までの命をかけて挑まなければならないという本当にプレッシャーの中でしたが、出来上がった映像を見て2時間40分が今まで感じたことのない脳みその外側に連れて行ってくれるものすごいジェットコースター、面白い、すごい、かっこいい、興奮するを1億回言っても足りない、オプティマス様が究極に男らしいバンブルビーがまたやってくれます。本当にトランスフォーマーという作品でやって素晴らしい、こんな興奮、人類だからこそ味わえる興奮です。人類なら全員見なきゃダメです。ぜひ 3D で、そして吹き替え字幕どちらも見ましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。すごいですね、今編集のポイントがどこにも入らないぐらいザーッと来ましたね。すいません、早送りで。すいません、ありがとうございます。今回レイナさん来てますけども、今回彼がニコラの、はい、ちょっとボーイフレンド役で出てるということで、はい、ぜひ、ね、次回作では武井壮が、うん、Hopefully if I don't get killed off, he won't get killed off. 武井さん、今コメント、今考えてましたよね。ちょっとね、奪い取ってやれるぐらいの、そういう役柄にちょっと入り込めたら嬉しいなと思ってるぐらいですね。はい。さあ、いかがでしょうか。盛大な拍手をお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。